てってるー、中川翔子です。なんとすっぴんです。なぜなら成田空港だからってことは海外でございます。すごい、すごい。今日お仕事なのに海外なんです。海外ロケがコロナ以降初で復活しました。めちゃくちゃ嬉しい。お仕事で海外行けるとか最強すぎない？今回中京テレビの絶滅動物研究所というテレビでお世話になっていて、でスリランカに行くんです。スリランカね、一回行ったことあるんですけど、なんかね本当にすごいよ。想像を超えていく、いろいろスリランカ航空ってものを乗るんですって。どんな感じ、機内食とか気になりません？じゃあ行こう。の空港に到着しました。めちゃくちゃ暑いです。ハッシーとはぐれました。どうしよう。はーい、スリランカに着きました。暑い、すごい。飛行機に9時間乗ってスリランカ航空エンジョイしました。ほんでこの後ホテルまで4時間をかけて移動します。ピッピーバターとかもある。教会、すごい綺麗、すごいね。屋台面白そう。うわ、 S2T、 スリランカ語でありがとう覚えた。今乱用してます。じゃあ、なんか楽しそう。こんなにもうイルミネーションしてるの。あ、洋服とか売ってる、すごい。果物も見たことないのばっかり。え、楽しそう。なんとスーパーマーケットが開いてて、入ったらすっごい面白い。見て、謎の果物、パッと見てなんだかわかんない。なんかさ、スリランカの果物ちっちゃくて可愛いね。朝バナナ食べるの大好きだけど大量すぎて買っても絶対食べきれないやつ。なんと今回の旅のコーディネートをしてくださっています。すごく美人で優しいです。いっぱいスリランカで教えてくれてます。ご紹介してもらっていいですか。 My name is Ayo。 Ayo さん、スリランカ。 Ayo さん、ファッションがすごいって赤いの。さっきからトイレの場所どこですかって言ってくれてます。カタムシやコヘダ、トイレどこですか。一番大事。こっちも麺類を自分で取ることが多いのかな。どんな味するんだろう。スリランカのカップ麺あるから一個買ってみるか。インスタント麺類。お、辛い、美味しそうじゃん。中本のカップ麺も持ってきたけど、せっかくならこっち食べようかなと思います。今日の夕飯にします。すごい、すごい、なんとゾウがいました。ゾウがすごい、めっ
思議だよね、あれ。うわー、かわいい。すごい。乗らぞ。かわいい。どうさん、こんなことあるの？スリランカすごい。スリランカすごい。万歳。スリランカすごすぎるよ。夢？本当にそうじゃん。すごい。はい、ついに本に到着しました。イエーイ。201号室。ベッドがどんな感じ？あ、いいじゃないか。すごくいい。あ、ベッドが3つもある。どうしよう。すごい。あ、なんかね、シンプルですごい綺麗ですね。上にかっこいい海外のプロペラあるけど、速くないか、回転。めちゃくちゃ速くないか。タケコフトアバルだぜ。すごい。なんだか、とってもシンプル。いいじゃん、めっちゃ。木の扉が。なんだ、おー、金庫、ドライヤー、アイロンって感じ。あ、なんか良かった、綺麗です、綺麗綺麗。あ、全然いいじゃん、良かった。トイレと部屋はちゃんとしてます。そして何もついてないから、あのシンプル持ってきて良かったです。あ、かっこいい、上から持ってくるやつ。おお、やったー。なんかどーん、飛行機で受けてて今腰に衝撃が落ちたんだけど、うまーい、やったー、無事にスリランカに着きました。はい、ということでスリランカに9時間かけて到着して、そっから車で4時間以上かかってね、すごいスリランカのことを一気に大好きになった日でした。まだ景色とか全然見てないのにね。すごく素敵な綺麗なホテルに泊まれて嬉しいので、綺麗なシャワーがあるので、もう早速もう疲れたんでお風呂入ってもうがっつり寝たいと思います。じゃあ明日の朝からもね、きっといろんな裏側を回していけたらいいなと思いますので、おやすみなさい。てぃってるー、おはようございます、中川翔子です。さあ、なんとスリランカの朝、イエーイ。半袖でいいんだよ、風が心地いいよ、なんかすごい快適なんですよ。今からですね、このホテルのビュッフェ食べに行きたいと思います。なんとね、このホテルのビュッフェが美味しいらしい。スリランカのご飯って一体どんなのっていう感じなので、楽しみだなと思うんですけれども、じゃあスリランカの朝ごはんをお届けします。レッツゴー。はい、とっと取っていきたいと思うんですけど、めっちゃ美味しそう。カレー食べたいですね。あ、チキンカレー。あ、こっち全部カレーが美味しそう。カレーの国ですからね。いい。おお。フィッシュカレー。ガールカレー、豆か。ポテトカレー。ポテトカレー美味しそう。どんな味なんでしょう。あ、で、福神漬け的なやつ。じゃあちょっとまずは着付けに一発スイートジュース。いただきます。うまい、うまい。なんかサラサラしたスイカジュースって香港でよく飲んでたんだけど、その感じ、スリランカでまた味わえるんだ。いよいよカレーの国本気出してきたなって感じのカレーの量。朝からカレー食べるってすごいね。いただきます。うん、おいしい。すごい美味しいです。この福神漬け的なやつ。あ、ね、これ美味しい。玉ねぎのピクルスみたいなやつ。これにもがっつり唐辛子の種が入ってて、マジで美味しいですよ、ご飯が。うんうんうん。美味しい。はい、ということでデザートタイムです。スイカの国なのね、すごい。スイカ大好き。宇宙で一番スイカが好きな私にとっては久々のスイカです。日本冬だから食べらんないじゃん。嬉しい。いただきます。うん、美味しいね。なんかね、甘くてでもさっぱりしてるっていうね、水分多めのいっぱい食べれちゃうスイカです。すごい美味しいです。今サウダラ国立公園を進んでます。めちゃくちゃサファリ感満載の、すごい、めちゃくちゃ
運が良すぎます。ゾウたちの群れに会えました。ここまでのたくさんの群れはなかなかレアらしいです。すごい、すごい、こんな近くに赤ちゃんいる。目の前でゾウたちが自然体でご飯食べてる。もうさっきからもう子供が親の真似したりとかずっとくっついたりとか、もう可愛すぎて泣いてます。なんて平和なんだろう。もう可愛い、優しい、すごいね。ここまででこんな近くでたくさんいるなんて思ってなかった。めっちゃいる。黒牛、茶色牛、白牛。私牛年で牛座だからマジで親近感でやばいです。こんなに牛にいっぱい同時に会ったの生まれて初めて。猿がいます。今部屋に帰ってきて、あー飛んだ、猿飛んだ。え、そうなの、何猿、お飛んだ、おほっぱジャッキーちゃん、すごいです。ジャングルの王者ルーちゃんです。すごい、あ登って登って、めっちゃ目合ってる猿と。え、すごい、スリランカ。今散々大量の象を見てきた後、部屋に帰ったら普通に猿いるって。綺麗、毛並み、うわ黄色。はい、ということで今日は象さんが大量に来てくれたので取れ高がめちゃくちゃあったということで、あっという間に11時から始まって3時ぐらいに今もう解散になって、あとはもう晩ご飯待つだけなんですけど、ちょっとお腹が空いたので昨日スーパーで買ったスリランカの謎のカップ麺食べていきたいと思います。よし、カップ麺。だいぶ部屋が一緒に包まれていますが、こんな感じになってます。麺がね、白くて細めの感じになってますね。いただきます。うまい、うん、うまい、あ、全然美味しいです。食べ進んじゃうわ。え、美味しそうなんだが、サラダにトマト、スリランカトマト、あ、生野菜ってなかった。スイカのサラダ、ほら、これ美味しそうだよ。え、めっちゃ美味しそう。基本的に結構全部にチリが入ってるんですよ。ドレッシングにすらもカレーがね、いっぱいあるみたい。楽しみ。カルカレー美味しそうじゃん、カレー。もうダメのカレー、体に良さそうです。ゴールドホワイトカレー、すごいサラサラしてる。ちょっぴりビーフシチュー、思ってるビーフシチューとはだいぶ違う。ねえ、青唐辛子がむき出しでそのまま。ちょっと私は行きたいやつできました。スリランカプレート、めちゃめちゃスリランカ感出た。ねえ、どんな味、とにかく腹ペコなんで、もういただきたいと思います。いただきます。ダールカレー、豆のカレー、うん、うん、豆の優しさ、そしてマイルドで、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。何これ、作り方が一切わかんない。うん、いただきます。うん、めちゃめちゃ美味しい。ナスかな、柔らかく溶けてて、でこのサラサラなんだけど優しいカレーでした。もう辛くない。おはようございます。ハッシーの手にカメムシが飛ばってます。今日はですね、ちょっとついに私のベッドにカメムシくんたちが登場したので、あんまり安眠できませんで、うとうとうとって感じだったからちょっと寝ぼけてるんですけど、今日は3日目の朝ということになりますね。今日もこのホテルのビュッフェなんですけど、今日でこの美味しいカレーのあるホテルとさよならしなきゃいけないので味わって食べたいと思うんですけど、今日も朝からカレーです。そして私の忘れられないあいつがおりましたんで、朝から激辛
きたいと思います。ほんと半端ないよこれ。中本と業務提携した方がいいと思う。マジで辛いもんこれ。昨日あんだけ辛かったのに今日も食べるんですか。いやもうなんかいないかな、あいついないかなって昨日からずっとドキドキしてていたんですよ。DV 旦那に戻ってきちゃう妻の気持ち。じゃあ今日も一日頑張ります。今日は移動が4時間とかあるのでやばいです。頑張ります。うまっ。 I have 9 cats。 Yes。 え、やべったらいいや。ガンプさん。おにゅう。猫。みゆちゃん、みんな。またも。え、ちょっと足遅い。翔子です。あ、かわいい。かわいい。猫充電できた。うん。カットは。フード。Yes。あ、よかった。うん。優しいね。よかった。任せとけって言ってる。あとなんかご飯にハマっちゃってて、まさかのスリランカデブになって帰りそうなんですけど、ダールカレーって豆のカレーがどこにでもあるんですって、味噌汁みたいな感じで。お店によって味がまた違うから、ここのダールカレーと今チャーハン超美味しくなかった？美味しかった。この、あのハッシーがおかわりしてたんですよ。あの、朝食のハッシーが。美味しい。味がさ、さらっとしてて、チャーハンなんか飲み物のようにいっちゃったから、危険です。スリランカデブになる可能性大です。で、今また美味しいアイスが出てきたんで食べます。今回ほんと180度変わりました。スリランカ大好き、大好きになっちゃった。で、いいことだね。ここからいただきます。スリランカのとびっきり完熟のフルーツと、スリランカで出会ったアニマルの種類と同じぐらいいろんなフルーツたちが口の中でパーティーしてます。めちゃくちゃ本当によくわからないんですけど美味しいです。とりあえずアイス、バニラアイス甘いのと、あとパパイヤとかパイナップル、バナナ、リンゴ、可愛いものがいっぱいゴリゴリに入ってます。ちょっと今街を散策するタイムが生まれたので見に来たんですけど、一個もわかんないですね、売ってるものが。今車で4時間移動する中でどんぐらい移動したんだろう。なんか移動中に犬とか牛とかもう見慣れてしまったというか、あ、いるなぐらいになってきたんですけど、ここだいぶ都会ですね。なんだろう、コロンボの近くに来たの。おー、すごい車が入ってて、交通ルールが無視みたいな感じ。すごい都会だな。さっきまでジャングルだったけど。はい、ということでですね、車に揺られてついにホテルに到着したんですけれども、今から車に4時間乗りますツイートしたのが13時過ぎで、今8時です。6時間以上前が着いた。もう時差ボケしてます。このお部屋、さあやっとお部屋入れるね。よし、あ、綺麗じゃん、かわいい。どうの親子の壁画とスリランカっぽい、このなんかランプ、おしゃんてぃ、かわいいね。付け方わかんないけど、めっちゃうまこれ。見て、こんなにレモンがぎっしり入ってんの。これスリランカ来てから飲んだもので一番うまい。めっちゃ美味しい。これ箸も飲んだ方がいいよ。これ何味なんですか？なんかね、紅茶なんだけど、ここにレモンががっつり入ってるから、午後の紅茶レモンティーがもう実写版になったみたいな感じ。実写版マジでめっちゃ美味しい。おそらく今夜もカレーですね。車内で
もうなんか寿司食べたいとか親子丼食べたいみたいな、なんかこの何食べるかトーク、あと夜ご飯もダルカレーが出るのに500ペリカかけてます。じゃあこの後着替えて夕食行ってきます。マジでダルカレー出るのに800ペリカ行ってもいいな。500ペリカかけたのにダルカレー出なかったので、あの美味しいんですよ。謎の酸っぱいスープがすごい美味しいなと思って、さあ中華が来て、なんか謎の中華が来た後に、でもパンもあるんですよ、食パンからの、なんだかわからない美味しそうな。いただきます。中華かな、中華かと言われると、結構だいぶ甘い。え、面白い、わかんないけど、ちょっとじゃあ食べてみます。あ、美味しい美味しい美味しい、中華ではない。なんとですね、スリランカに来て生まれて初めてビールがうまいです。待って、いくよこれ。うまい。生まれて初めて思った。ビール飲んでも、ドラガミシーの方が美味しくないとか、ジビールの方が美味しくないって思ってたのに、これ、いやマジで、あの、全然案件じゃないですよ、もちろん。ライオンのこれ可愛いやつ、なんかすっきりしてて、苦いとかよりも、みんなさ、ビール好きな人、喉越しがうまいけど、それ、初めて感じた。来た！なんか今回、スリランカ、ラッキー旅行、旅行じゃないけど、違う。なんかあんまり働いてないけど、ごめんなさい。頑張ります、明日最終日なんで。明日は、ゾウのいる、個人に行きます。すごい楽しみ。もう一生ものの体験をすごいさせていただいてるので、絶対番組見てほしい。すごいことになってます。ありえない光景がいっぱい撮れましたので、明日も頑張るぞ。すごい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 。今、ニックナイアソでメイクしてたら、ゾウが目の前に、部屋の目の前でゾウが水浴びしてます。すごすぎる。まだロケが始まる前に見ちゃっていいのかなと思ったんですけど、もうずっと毎日ゾウさんには会ってるから。 ご飯あげていいよって。スリランカさ、めっちゃいい人なんだけど、みんな。だって昨日もなんだけど、ここにさ、猫ちゃんがいたじゃん、ニャニャ泣いてたじゃん、で心配だったんですよ、なんかあのどうなっちゃうのかなって言ったら、ホテルの人が任せて、ご飯ちゃんとあげてるよ、みんなでって言ってて、昨日のホテルもそうだったの。もう、あと、カニーニさんが、昨日結構、社会の闇の話でご飯とか盛り上がってたんだけど、その合間に、ね、うちの猫見て、子供産んだんだよ、みたいな、かわいい話をしてくれて、もうなんか、スリランカ大好きになっちゃった。本当に、なんて動物に優しくって、あの、ちゃんと、ゾウにも、牛にも、犬にも、そして猫にめっちゃ優しい国なの。紅茶美味しいし、もうなんか泣きそうになっちゃう。ほんとね、スリランカ大好き、マジで素晴らしい国です。でね、あの一個言っていいです、短く。このカニーニさんから聞いたんだけど、知らなかったんですよ、あんまりスリランカと日本ってどんな感じに仲いいのかなって。以前ね、すごく昔にもう日本が国的な意味で結構攻められて、あの四面楚歌になった時も、スリランカの大統領だけは、いやでも日本は好きだよみたいな感じで味方になってくれたって、唯一に近いと思います。で、日本も今スリランカに経済援助だったりで、これ両思いじゃないですか。お互いをちゃんとしてくれたことを忘れないで思い合って、あんまりこういうことニュースでやってないから知れてよかったなと思ったんですけど。うんこしてるゾウが最高。
私が今に水浴びさせてます。すごーい、みんな気持ちよさそうに浴びてくれるの。いくよ、せーの、はー、よいしょー、イエーイ、わー、虹出たの、わかるかな。すごーい、もう天国だよ、夢みたい。日本人初、すごいことしてます。みんなね、すごい気持ちよく浴びてくれるんだよ。こんなにゾウさんたちが気持ちよさそうにリラックスしてゴロンゴロンして、水浴び最高でした。もう感動で動けなくなったぐらい、もうなんか気持ちが今までで一番優しい気持ちで、なんか感動とか優しい気持ちで泣くってすごいと思う。見て、仲良し、かわいい、かわいい、大好きなんだね。ねえ、マジでウルトラかわいい、もうどうしよう。私、本当にスリランカ大好きです。人も、この美しさも、全部。にゃに、ショコラ、ネギちゃん、誰かな。あ、たまたまついてるから。メポ？メポもついてないわ今。メポ？うん、返事する。メイちゃん？メイちゃんなの。筋肉がすごい発達してるみたい。うん、あ、もう一個？もう一個じゃないそれ。大丈夫？二個取ってった一気に。仲良し。おーい。うん、はい。なくなっちゃうのが、じゃあ行こうか。残り惜しい。はい、車に揺られてついに空港に来たんですけど、入ってすぐのお土産屋さん、こういうところに来たかったんだよ。よかった、あった。これかわいい。スノードームに目がないんですよ。海外に行くといつも買ってるんだけど、親子のゾウさんのスリランカのスノードームとか買うしかないやつ。ということで、お土産も最高でした。今ね、アイルベイダーのグッズですごいプレゼントくれちゃいました。これ買うべきやつだったのに、疲れが取れるやつです。すごい、もう最後までスリランカめちゃくちゃ楽しんじゃいました。海外ロケが本当に3年ぶり以上ぶりなので、もうこんな夢のような体験ができて本当にすごく幸せで、しかも雨季なのに晴れてて、そのおかげでミラクルなやつがいっぱい撮れたので、ぜひテレビで放送される絶滅動物研究所、ぜひご覧ください。この裏側としてこの YouTube、うん、本当旅行かってぐらい楽しんじゃったんですけど、スリランカが大好きになりました。紅茶が美味しくって猫に優しい国、皆さんもぜひスリランカに行ったらたくさんゾウさんと触れ合ったり素敵な景色を楽しんでください。もうこういう海外 Vlog やると嬉しかった。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね。しんのか、おて、おて、しんのか、いいよ、あげるクリスピーキス。行こうか、ここよ、おいにゃ、おいしい、美味しそうな音立てて、はい、ここよ、ここよ、メポ、それ指。すごいね。美味しそうね。かっこいい。イケメンすぎる。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。